カツオだし豚キーマー、僕は神の真由子さんとおしゃべりクッキングする男です。突然ですが皆様、スパイスカレー始めてみませんか？少しでも興味があるならスパイスカレー始めてみてはいかがでしょうか、ね、休日にだらだらスパイスカレーを作る楽しさありますよ。もし忙しいなら有給を取ってスパイスカレーちょっと始めてみてはいかがでしょうか。得意料理何って聞かれた時、ああスパイスカレーですかねって言った時、ある程度の評価やれますよ。言うだけである程度の評価やれますし、多少んなんか癖あるなこの味ってね、食べてもらった時に思われても、まあ、スパイスカレーやしなってなんかしのげるので、スパイスカレーぜひおすすめです。あ、スパイシー。次回、ハッピーバースデークレープ、8歳誕生日おめでとうございます。チャンネル登録して絶対見てくれよな。